行くぞ。リズベット武具店へようこそ。強化するのね。ありがとね。少し話さない？ねえねえ、
らっしゃい。リズベット武具店へようこそ。強化するのね。嬉しいな。
Thank you.
何？おい。任せてください。毎度ありがとうございます。Thank you.
ちろんです。嬉しいです。またね。どうしました？大切にしますね。Thank you.
またのご来。や、あの。やっほ。よろしく。もちろんです。や、もちろん。嬉しいです。またお願いします。いらっしゃ。リズベットブ。進化させるのね。するのね。ありがとう。これから何しようかなって思ってたところだよ。だったら一緒にプレミアちゃんのクエストを探しに行かない？実はあの光る石に関係してそうな場所を見つけてきたんだ。へえ、本当か？石を祀る洞窟って書いて石師の洞窟というダンジョンがあるんだって。石を祀るか、確かに関係していそうではあるな。よし、その洞窟に行ってみようか。うん、じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。おお、ちょうどいいところに。で、ごきげんよう。挨拶ですが、驚かれたということはつまりおかしいですか？いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか？ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おうってさ。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。ええ、よろしくてよ。だからそれは誰から聞いて覚えたんだ。今のはちょっとおかしかったかな。そうですか。ではやめておきましょう。さあ、それじゃあ向かおうか。何かをつかめたらいいな、そこで。うん、そうだね。どうした？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて名前。名前？名前がある。どうかしましたか？ううん、なんでもないよ。プレミアってしっかり表示されているな。そういえばこの前聞かれたのは、プレミアというのはどういう字を書くのかって。もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことでデータにも反映されたのかもしれない。名前を受け入れてくれた？まあ、あくまで推測だけど。そっか、そうだと嬉しいな。さっきから私を見続けていますが、ま
だ何かおかしなところがありますか？おかしいことなんてないよ。さあ、行こう。はい。名前を受け入れるか。本当にそうだとしたら、NPC としての設定が何もないプレミアだからこそ起きたことなのかもな。二人とも準備は OK か？いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんので。こっちも OK。 ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早く食べたいです。いい場所を見つけたらそこでランチだね。よし、それじゃあプレミアの用事を探しに行こう。目的地まであとどれくらいだっけ？半分来たくらいかな。じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。プレミアちゃんももう少しだけ我慢。ちょっとプレミアちゃんの頭見てみて。あ、クエストマーク、発生範囲にたどり着いたか。でも目的地までまだ距離があるのに随分範囲が広くない？どうしたプレミア？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。ああ、もちろん俺たちが連れて行ってあげるよ。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。大丈夫か？どうかしたの？いえ、クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認してみる。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護？でも妙だな。目的地が石碑の洞窟と全然違う場所だ。じゃあそっちは何も関係ない場所だったのかな。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かってみよう。うん、わかった。ってわかるけど、近くで見たら圧巻だね。しばらくしたらここも観光名所になりそうだな。何か不思議な気持ちになっちゃう。安堵のようで畏怖のようで。荘厳なものを前にしているからそんなことを考えちゃうんじゃないか。荘厳。プレミア、君の来たかった場所だ。一緒、お祈りしてる。これが加護を受けるか。まだこの段階だとクエストがどういうものか見えてこないね。謎の光る石と加護を受けるっていうのしか情報がないもんな。こうしてお祈りするプレミアちゃんを見ているとなぜか遠くに行ってしまうって感じがする。それだけ神々しいってことじゃないか。神々しい、そうかも。でもプレミアちゃんは何をお祈りしているんだろうね。あ、
よし、これでまた一歩前進だな。お疲れ様。ここでの用は済んだみたいだな。この後はどうする？そうだな、せっかくこうして外に出たわけだし、石碑の洞窟も念のため覗いてみようか。うん、そうしよっか。プレミアちゃん、まだちょっと行きたいところがあるんだけど大丈夫かな？私は構いません。じゃあ決定だね。石碑の洞窟を目指そうか。ああ、行こう。ですが、ん？その前にお弁当を食べるという予定が入っています。え？うん、大事なことだよな。はい。そうだね、それじゃあここで食べようか。そうしましょう。結構奥まで続いてるな、この洞窟。アルゴさんにもらってるマップデータを見てみるね。あれ？どうした？今いる場所、アルゴさんからもらったマップよりも外の位置を示しているんだけど。それっていつの間にか隠し通路に踏み込んでいたってことじゃないか？そうかも。前も隠し通路を進んだ先で光る石を見つけたんだよね。つまり今回もプレミアがトリガーになって隠し通路が開いたってことか。よし、じゃあ行こうか。行ってみよう。あったぞ、例の石だ。やったね、やっぱりこの洞窟はプレミアちゃんのクエストに関連してたんだ。これで二つ目か。それにしてもこの石は何なんだろう。ねえ、ここの壁に文字が彫られてるよ。おお、クエストのヒントじゃないか。読んでみるね。女神より授かりし力の象徴である六つの聖石、その一つをここに祀る。何かの伝承みたいだね。彫られた文字も年季を感じる。6つの聖石、この光る石は全部で6つあるってことか。女神っていうのも気になるよね。この光る石が女神から授けられたってことは、やっぱまあ一人しか思い当たらないよな。何か言いたげな表情で私を見るということは気づかれていたということですか？え？もしかしてクエスト NPC としての記憶が？お弁当に入っていた果実をみんなより多く食べました。
ごめんなさい。はい？プレミアが女神というのは怪しくなってきたな。笑っているということは、つまり許してくれたということですか？許すも何も、怒ってないから大丈夫。ではなぜ笑っているのか理解ができませんが。まあ気にしないで。さて町に帰ろうか。石は持ったか？はい、持ちました。それでは帰りましょう。6つの聖石と女神か。それにしても結局あの大きな木への祈りは何だったんだろう。今のクエストとつながりがあるようには思えなかったし、それを知るためにはプレミアのクエストを進めるしかないよな。何かいいクエストはあるかな。やっほー。ああ、ストレア、もしかしてクエストを探しに来たのか？うん、面白そうなのがあったらやろっかなと思って。俺もちょうど何かないかって見てたんだよ。本当？それじゃあ一緒に行けるクエストを探そうよ。ああ、そうだな。これなんてどう？肉まっしぐらだってさ。なんだそのクエスト名は。討伐系のクエストみたいだね。報酬でお肉をたくさんもらえるらしいよ。そういうことか。どうする？お肉だよ。よし、このクエストをやろう。そうこなくっちゃね。それじゃあ行こうか。相変わらず強いな、ストレアは。うん、強ければみんなを守って安心させてあげられるし、癒してもあげられるでしょ。それが MHCP、 メンタルヘルスカウンセリングプログラムである私の願いでもあるからね。それにせっかくアバターに入っているんだし、ユイに負けないような魅力でも癒さないとね。そっか、ストレアは未使用だったプレイヤー ID に上書きする形でアインクラッドに構築されたんだよな。そうそう、このアバターを使って剣と魅力でみんなを癒すんだ。癒すね。あれ、なんだか納得してない感じ。そんなことないぞ。ユイとストレアには日頃から癒されているよ。ストレアの癒しは大体が無邪気に抱きつかれたりなんだよな。嬉しいな。それじゃあ早速また癒してあげようかな。いや今はその必要はないって。全然疲れていないし、すっごく元気なんだ。ふーん、そっか。残念だけど元気でいてくれるならそれで十分かな。それよりもさ、早いとこ討伐を終わらせて肉にありつこうぜ。そうだね。引き続きクエストを頑張るぞ。ふう、やったね。こんなにたくさんのお肉が手に入ったよ。
頑張った甲斐があるな。また私が料理の腕を振るうチャンスだね。ストレアの料理か。 SAO で作ってもらった料理の記憶が今でも鮮明に残っているよ。そんなに印象的だった？斬新ですごく個性的な見た目だったからな。それでいて予想以上に美味しかったこともちゃんと覚えているよ。こっちでもまた作ってあげるからね。まあ楽しみだな。完成したらユイにも食べさせてあげようっと。たまにはお姉ちゃん孝行してあげないとね。ユイもきっと喜ぶよ。二人とも仲良しだよな。これも全部みんなに守ってもらえたおかげだね。ストレアも俺たちの仲間なんだから放っておくなんてできるわけない。あの時のことは決して忘れないよ。ユイと同様にストレアもアイテムオブジェクト化してアインクラッドから連れ出すことができた。みんなとまた会えるって分かった時は嬉しくて涙が止まらなかったもん。そうだな。とにかくストレアは俺たちと一緒にいるべき存在だってことさ。うん、こうしてまたみんなと一緒にいられる私は幸せ者だな。みんなも同じ気持ちだよ。それにユイのそばにストレアがいてくれれば安心だ。ユイのパパだもんね。ああ、ユイは大事な娘だ。私にとっても大事なお姉ちゃんだよ。だから私も娘ってことだよね。一応そうだけど。それじゃあパパ。やめてくれって。ストレアにそう呼ばれるのはやっぱり気恥ずかしいんだ。まだ慣れないの？でも名前で呼ぶ方が好きだし、まあいっか。じゃあこれからもよろしくね、キリト。